まあマス界隈入ってきて、まあまずあゆみさんやな。うん、あゆみさんはもう感謝よ。みんなあゆみさんって知ってる？俺もうめちゃくちゃお世話になったのよ、あゆみさん。ピント。あゆみさんって言われて皆さん何を思いつきますか？そう、異業種宇宙人狼。まあ最近はね、あんまりやってないんですけれども、俺が初めてアマースの定期戦っぽい感じで乗れたのはそこなんですよ。異業種宇宙人狼。異業種宇宙人狼ってやつはいろんな界隈、例えば声優とか、あとは何やろ、まあそれこそ俳優さん、ゲーム実況、プロバスケットボール選手とか、なんかいろんな業種の人を集めてアマンガスをする。まあなんか本来のアマースって感じですよ、どっちかというと。なんか本来のアマースってさ、いろんなその分野の人が集まってやるイメージやったじゃないですか、どっちかというと。そう、それを主催してるのがあゆみさんっていう方なんですよ。ちょっと彼の文字、そう、異業種宇宙人狼ってやつがあって、俺どうしてもアマンガース界隈というかアマンガースをやりたかったんですよ、俺はね、どっちかというと。でツイッターでね、検索してたんですよ。そう、これ今もしかしてアマース界隈に入り、まあ、アマース界隈もう入るのはさすがに厳しいと思うけど、俺が入った経歴を話すね、アマース界隈に。俺はアマンガースがやりたかったから、ツイッターでアマンガース募集みたいなんでずっとツイッターでエゴさしてたんですよ。ピンとピンと、そう、検索してたんですよ。もう皆さんと一緒です、視聴者さんとかと。もしかしたらアマンガースやりたいからアマンガース募集でエゴさして、で、まあ、ある程度やっぱり若干知名度あるとか選んだよ。知名度がありそうなとこを選んで自分の名前を売りたいなと思って、でその時に偶然見つけたのがあゆみさんやったんですよ。あゆみさん当時で結構募集してて、なんかアマンガスやりたい、なんかいろんな分野の方募集してますみたいな。であんまり知名度も関係なくね、募集されてそうな感じやったのに、あゆみさんめちゃくちゃ有名な方やと思って調べたら、で俺はもうなけなしの元日本代表ですっつって、でも非公式ですっつってあゆみさんに DM 送ったんですよ。よかったらアマースやりたいですって送って、なんとそれで乗せてもらえたんですよ、あゆみさんに。もうめちゃくちゃ嬉しかったよね、初めて乗った時。でそっから知り合った方もいっぱいいらっしゃるんですよ。例えば大崎千代さんとかもそうやし、それこそ毎回レギュラーでいるひるけんさんとかね、もういろんな方と知り合ったんですよ。富士さんとかもそうか。そう、もう俺はもう数少ない経歴、マリカ日本代表、元日本代表かっこ非公式で、あゆみさんに乗せてもらって、そう、戦える武器、俺一本の槍をこう持っていくぞーっつってあゆみーっつって、俺を乗せろーっつって単身突っ込みました、自分で動きました。で、あゆみさんの船乗せてもらって、で、あゆみさんから、その、定期的に、そう、あゆみさんからね、お誘い来たのもめっちゃ嬉しかった。やっぱ自分からこうやって乗りたいですって、送る分には乗せてもらえるやん。そっから、あゆみさんに、この日行けませんかってか、お誘いがそっから来るようになったんすよ。もうめちゃくちゃ嬉しくて、それが。いや、本当にあゆみさんでございます。本当に。今のね、このアマス界隈に入れたのも、あゆみさんのおかげと言っても過言じゃありませんので。いや、ほんまに感謝です。